マスターキーを求めて私たちが導かれたのは神域オンカミヤム海。ウルお母様に案内されるまま進んでいくと、そこにはオンビタイカヤーの遺跡やタダリの姿が。地下にこんな場所があったなんて全然知らなかった。歌われるもの二人の白黒第21話。この気配はまさか。